さて、今宵のお客様は。可愛い子にムダ毛があると興奮する。ショット役、田丸敦史です。よろしくお願いします。一人歩きはパイ危険です。パイパイパイ、こんばんは。ロナルド役の古川誠でございます。ようこそいらっしゃいました。一言目から波乱に満ちた、はい、楽しくなりそうですね。これ特典じゃないですもんね、これね。いや、もうこれは配信用です。これ普通に本編、ね、まあ本編でも言ってますし、ね、本編でも言ってますから、台本ですよ、台本ですよ、はい、ではまあね、今回はね、お二方2回目ということなんで、はい、さらに食い込んでいきましょう、食い込んでいきましょう、はい、ということで今宵もよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。吸血鬼すぐ死ぬ2特別番組、新横浜ハイボールで会いましょう。ということで早速トークに参りましょう。はい、今回のテーマはこちらでございます。ショットでいきましょう。ショット、短いですがショットの紹介文をご用意いたしましたので、田丸さん読んでいただきたいと思います。お願いします。はい、ショット、フックスパイダーで通るヴァンパイアハンター。クールな性格で先端に鍵爪のついたロープを操って戦う。少々マニアックな癖がある。初登場話数は第1期第3話。ありがとうございます。はい、いや、このね、少々マニアックな癖がある、癖がそこら辺中心に今日は参りましょうか。はい、いやいやいや、もうかっこいいところも当然ね、そうですよ、いろいろ語ってまいりましょう。ありますけどね、今回はね、あの、はい、ゲームはね、前回めちゃめちゃ盛り上がったんですが、今回もトークを盛り上げていこうということで、なるほど、もうぶっ通しでいろいろと喋りましょう。わかりました。ということで、ね、早速、じゃあ田丸さん、あのショットどんな出会いなんですか。そうですね、僕オーディションとかですか。いや、ショット自体はオーディションはなかったんですけど、僕最初に現場に行って、うん、まあ最初現場に行くと、なんかこういったキャラクターですみたいな、こうご説明いただくこととかあるじゃないですか。うん、はいはいはい。僕その、まあ、今回その先ほど読ませていただいたところで言うと、その、まあ、クールだよとか、うん、まあ、イケメン枠じゃないですけどみたいな感じで聞いてたんですよ。うん、その少々マニアックな癖がある部分について僕何にも聞いてなくて、最初の時点では説明なかったんですか。そうなんですよ。かっこいいキャラだと思って。そうだから、受けしたら、あ、なるほど、こういったあの作品だから、うん、まあ、いわゆるその、まあ、ギャグ担当といいますか、うん、笑い担当のキャラもいれば、うん、まあ、どこかにこうちゃんとしたキャラクターもいて、それでバランスを取っているんだろう、うん、そのバランスを取るためのちゃんとした人なんだなと、うん、かっこいい担当だなと。そうです、うん、僕は最初のこの一番最初出た時、この第3話の時を思ってました。うん、うん、違いましたね。まあ第一期をね、見終わった今となっては、今となってはむしろそっちじゃない方のがみんな印象残ってるでしょうしね。あれ、これこういう感じでくる、あれ聞いてた話ってそっち違うかもしれない。じゃあ割とみんな騙し討ちを食らってるのかもしれないですね。そうなんですかね。僕みたいに騙し討ち食らったキャストさん、他にももしかしたらいるかもしれないですけどね。うん、まあ僕も別にその後々そういう人だっていうのは知らされずに、はい、まあギルドのマスターだとしか聞いてないんで、あ、だからやっぱそのメインの役職しかみんな聞いてないんでしょうね。説明が足りないよ。むしろその後の方が困難が待ってるからね。説明が足りてない。でもどうですか、やってて、ま、ね、まんざらでもない部分もありますよね。うん、そうですね、やっぱこう、まあ、例えば古川君とかとこう一緒にこう収録してると、なんか自分はちゃんとしなきゃいけなくて、で思いっきり僕ボケたり突っ込んだりっていうのを見てると、ちょっとこうやりたいなみたいな感覚ってこう、いや、声優陣多分あると思うんですよね。なんで、おや来たかと。聞いた話とは違うけど、これ思いっきりやれる箇所もこれ今後たくさんやってくるのではっていうので、ちょっとその収録の途中ぐらいからワクワク感がよりこう強まっていたところはありますかね。はい、やっぱり嫌いじゃないんですよ、みんなね。嫌いじゃないですよね。いや、でもなんかいいですよね、なんかこう、うん、結構クールなキャラクターが思わずこう、うん、自分の癖を、しかもこのムダ毛っていう、そうですね、ムダ毛っていうところが非常にいいです。わかりやすいじゃん、パイとかね、すごく、ね、すごくわかりやすいじゃない。うん、そこに来て、あ、ちょっとムダ毛なんだ、ムダ毛なんだ。なんかちょっと踏み込んでますよね。そうなんです。より高度な域に達してますよね。冬場にちょっとこう油断して剃り残した毛とか ね、うん、ね、役に入り込むタイプだと僕田丸さん思ってた。あ、実は今そのフリすごい怖いけど。聞こうじゃないか。僕はよくぞ言ってくれたと思ってますがね。聞こうじゃないか。
まあ、大体11話、はい、一気の11話の新横バトルロワイヤルあたりでこう、ね、各々の壁がね、はい、もう全開になっちゃったね。でそのショットの壁も公開されたわけなんですけど、うん、はいはい、僕その時確か田丸さんと別の収録時間だったんですよ、うんうん、で田丸さんたちは先に撮ってて、はいはいはい、でおはようございますって来た時に田丸さんが、うんうん、晒してしまったって顔でロビーでこう死んでて何かを失って何かを得たみたいな。そうなんですなんかな、福山さんとその後合流してですよ、うん、その後あるか君、田丸君がね男の顔になっていやちょ僕としてはちょっとこう分からないところなんですけど、うん、ただなんかその後、うん、福山さんが僕のことをなんか先生とか勇気を持ってね晒したがゆえにそうそう、みたいなことをこう言ってくるんで、じゃああの上級者の福山潤をして何かすげえなと思ってたんでしょうねいやだから僕の中で何かが変わってしまったのかもしれないですよね。あ、ムダ毛好きですかストレートに言いましょう、まあ、そこに何かを感じますか。なるほどなるほど、そういうところはね、ありますよね。まあ僕もそうです。そうだよね、嫌いではないよ ね好きかってこうちょっと言いづらいけど嫌いではないと言えるよね、うん、そういうことです。そういうことですよね誰しもありますよ。誰しもありますよ。壁なんてもんはね、はい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 、そうですよ、あります。ちなみにお二方、うん、はい、まあ、このね自分のキャラになぞらえたそういうグッとくるポイントじゃなくてもいいんですけど、うん、はい、女性のあれここちょっとグッときたなみたいな、だから剃り残しで恥ずかしそうにするとかそういうんでもいいですし。俺でも剃り残しを恥ずかしそうにするって、うん、見れるの相当レアだと思うんですよ。そうですよ、関係性もね。そうだよ、うん、せいぜいだってあの水着の状態でこうちょっと あるなみたいなところをこう気にするようなそのシチュエーションだったりするじゃないですか、はいはいはい、特に海行かんしプールも行かんから、うん、そういうのってないんですよね、うん、そのシチュエーションに僕はむしろ会ってみたい。そうですよね、だって多分そういう時は完全にね恥ずかしくない状態にしてますもんね。そうそうそう、うん、確かにそう言われてみたらそうか。確かにそういうところを見せられる関係性っていうのはさらに踏み込んでますよね。確かに、うん、欲しいですね。欲しいですねそういうのはね。そう考えたらそのレアなシチュエーションにキュンとくるというか、うん、可能性もありますよね。だからそういうね、なんか幼児期にそういう経験をしているのか、うん、幼児期に幼児期にあるなでも俺、ね、ありますあります、剃り残し、うん、中学生の頃にめちゃくちゃ毛深くて、うん、すね毛剃ったんですよ、はい、で、すね毛剃った状態でしばらく経つと、うん、ちょっと元気な毛が生えてくるじゃないですか、ちょっとね、そう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 、短いのがね、うん、で、その状態で修学旅行行ったんですけど、はい、中学校の頃に、はい、隣めっちゃ可愛い子が座ったんですよ。おー、うん、ほんでまあまあバス狭くて、うん、こうちょっとぎゅうぎゅうな状態だったんですけど、うん、その可愛い子もハーフパンツの状態、俺もハーフパンツの状態、はいはいはい、しかし俺はちょっと元気のある毛がだいぶ主張している状態だったんですよ、うん、で狭いバスの中でちょっとこう揺れたりとかすると、はい、その可愛い子の足に俺の毛がチクッとなるんですよ、うん、危ないまたちょっと生えてきた毛っていうのは ね元気ですからね、そうなんですよ、ツンツンいきますからね、うん、あ、じゃあその相手が残しててなんかその恥ずかしそうじゃなくて自分が恥ずかしかった体験、実体験です逆パターン、ね、またねその年齢的にも恥ずかしいって年ですもんね。そっかんな時期なんですよ、思春期ですからね。それはいい思い出だな。俺毛で言えばお僕結構毛薄い方なんですよ、腕とかも。確かに何にも剃ったりはしないんですけど、うん、だからまあなんか中学生ぐらいの時とか、うん、なんかこうやっぱあ腕綺麗だね見せてよみたいな感じで、はいはいはい、女の子がちょっとこう来てうわーみたいなのがちょっとドキドキしたっていう素敵な思い出を持って今見せてあげなさいよ先輩うわーっつって、つって言うのがなんかうんみたいな、ね、別に俺はこれはいつも通りだ普段でも内面はもうほ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 う感じていた悪くないぞって悪くないぞっていうのね、ありましたね。いや素敵な思い出。いやだからあれですよね、小学校の時に、はい、頭スポーツ狩りとかにするとうわーって あ、ね、女の子とか触るじゃないですか。ありますね。あれのあれですね、さらに上級者用です。確かにユニバーサル仕様みたいなもうすぐ行けるよっていう、すぐ行ける女性にも行けるよ、うん、
今後じゃあちょっと腕まくりしてね、いつも触っていいんだよっていう、こうやってやってきますかね、すべすべだよっていうねそういうアピールしとけばじゃあちょっとね、あの現場で会った人とか、あー綺麗っつって触ってあげると彼は喜びます。そうですね、ご利益ありますから、ご利益ご利益ご利益があるか分かんないけどね、ミニケンさんの足の裏みたいにねみんな触るっていやいいぞ、今回いいぞ、踏み込んでるぞ。初めて話したなこれ。もうあの、うん、毛にこだわらず、なんかそういうなんか思い出とか、そういう女性のこういうところにグッときて、脇毛ってどうしてます？俺？皆さん。俺はほったらかし。あ、やっぱり剃ってます？多少やっぱ、うん、ありすぎるとまずいかなと思って剃ったりしてるんですけど。お、う、お、ん。全剃り？全剃り。で、あの着替えたりするじゃないですか。武将さんが用意してくれて、で上にここツルッツルなの恥ずかしくないって男として思ってて。ああ、なるほどね。多少生やしといた方がいいのか、全剃りツルツルの方がいいのか。でも若干残してどうすればいいんだろう。あのなんすけばいいんですか。すきばさみ。どんな状況だ。わし毛用のすきばさみあるかな。もしくはスタイリストさんにやってもらう。スタイリストさんにすいてもらうか。いや僕も実はなんか最近、テレビとかでもこう男性が全身脱毛みたいなとか言ってるじゃないですか。まあ、なんで脱毛はしてるわけじゃないんですけど、これ脇って剃ってみたら夏部とか意外となんか快適なんです。そうなんか快適ならではと思ってやってみたのよ。したら、その結構ちょこっとだけさ、さっきのじゃないけど、ちょこっとだけ生えてきて元気なやつが、ツンツンチクチク状態になるじゃん。あれが気持ち悪くてまた剃るからさ、なんか伸ばすタイミングを失ってさ、未だに毎日剃り続けてるみたいな感じ。そう。じゃあちょっと早急にすきばさみをね購入して。脇用すきばさみ言ってるかな。脇用のでもシェーバーとかもしかしたら開発されてるかもしれない。あるかね、あるかね。でもだったら全剃りでしょ。あった、まあでもそうなんですよ。全剃りの方がまあでも見栄えはね、なんかこう悪くはないんだろうなと思って、もじゃっとしてるよ。すき用のはなかなかね、ちょっと難しいかもしれないですよね。あと俺脇はね処理したことないけど、あでも一回あるわ。その時だ、舞台で女性役をやったことがあって、はい、なるほど。で結構露出が多かったから全身脱毛をしたんですよ、あのクリームを塗ってね。でスネ毛全部なくしたんですよ。で僕まあスネ毛結構濃い方だから、お湯入る時やっぱいつもねスネ毛がある状態入ってたんですけど、お二人スネ毛はどうですか、人並みにある感じですか。まあありますけど、あのね全部スネ毛なくなった時にお湯に入ると、気持ちよさが違うんですよ。なんすかそれ。いやだからやっぱ ね、 全然わかんね、毛に守られてたんだなっていうね。はあ、はあ、まあ多分いつも普通に入る感覚よりもなんかふんとね、足からふんって撫でられる感じ。なんだろう、お湯に優しく、お湯にアイブされてるんですか。すんげえ気持ちいいんですよ。これまでは裸じゃなかったんですかね。うん、実はね毛って結構ね仕事してるんですよ。そうなんだ。やるか。だからねちょっとねそれを味わうためだけにちょっとすね毛だけでもいいから全剃りしてみてほしいぐらいですね。で片っぽだけ剃りますか。まあ人に見せる予定がなければそれでも右だけとかね。あ、右で左とか。はいはい。だからねそれだったら比べられますもんね。そうなんです。うん。あ、違うって。違う、全然違う。いや、しばらくね、その処理してる最中お湯入るの3つも嬉しかったですもん。へぇ、女性とか多分当たり前に感じてる感覚なんでしょうけど、割とね、人並みに毛がある男はね、あの感覚を味わえないと思うんで。はぁ、皆さんが羨ましいです。うん、ちょっとすね毛生えてる男性、ちょっとたまには剃ってみても楽しいかもしれないですよ。あるかもしれないです。でも修学旅行の前の夜とかダメですよ、絶対に。あぁ、作っちゃう。ね、だからね、俺それ全身脱毛したしばらく銭湯とか行けなかったもん。ちょっとそこなんですよ、ね、ちょっと気持ち悪いだろうなって思ってあ、じゃあ、まあ、ここのデリケートゾーンもあるか。かなりね、あのギリギリまで攻めました。あ、デリケートね、俺みたいなキャラがツルツルだったらちょっとなんかねいや、そこなんですよ。 俺のこの風貌で脇毛ツルツルだったら嫌だろうなみたいなそのイラン TPO を考えてしまう。あんまりそれを大っぴらに見せる時はちょっと考えますよね、その状態ね。ちょっとね、ちょっとそういうエピソードもぜひね、ね、吸血鬼すぐ死ぬので出してほしいですね意外とありそうなもんですけど、ね、ありそうだけど ね、まあ、うん、いくらでも毛一つ取ってもどこの毛かによっても ね、 そしたら多分ショットが毎回出られるかな。うん
もうあのご意見版みたいな感じでね。無駄毛ご意見版ショット。ご意見版みたいな感じで出られるから。これは素晴らしいですよ。これは邪道ですね。とかね。ありかなしか。ジャッジしてくれるからショットがショットがね。それなんかこれは一つ俺の中で。なんかご意見番的に何か意見とかダメ出しとかできるなみたいなジャンルって、そういうこういう性癖的なものじゃなくても何かあります？例えばお酒とかでこだわりとか、これはちょっともう少し、ね、常温のが美味しいんじゃないかなとか。なんだ、僕は一時期結構なんかコンビニスーパーで買える緑茶とか、緑茶なんか好きで飲み比べてた時期あったんで、一時期はペットボトルとかの、あ、そうですそうです、普通の茶だ、キキ茶みたいなの言ってました。ラベルなしでこう並べられて飲んでもなんかこれは何なんとかのどこのメーカーのやつみたいなとか、あ、じゃ あのこれが美味しいとかも自分の中ではだから一時期ちょっと今はもうできないんですけど、あとチョコレート大好きなんで、あ、それは結構僕もう意見ガンガン言います。食べていろんなちょっとお店、有名なお店試したりとか、あと市販の例えばコンビニみたいなやつとかも、ね、コンビニ売ってるやつとかも、はい、なんか手っ取り早く買えるところでなんかもう王道みたいなチョコレートでどれが好きってあります？コンビニとかだとでもいろいろ食べ尽くした結果、本当に一周回って、もう明治の板チョコ、ミルクチョコレートとか、基本なんだあれが、ガーナとかに帰ってきますね。はやっぱあれは基本であり相当うまいんですよね。うまいですね。僕ね、ビターチョコ派なんですよ。やっぱ板チョコのビターはね、もうコンビニとかで見かけるやつは全部うまいですね。うまいですね、ある程度甘みもありますからね、あれはね。そう、やっぱり一周帰ってくるんですよ、いろいろ食べ尽くした結果、基礎に帰ってくる。なるほどな、カカオの豆が違うなみたいな、そういうところだと。あ、でもね、でもあるある、深みがあるとか、ちょっと砂糖が多すぎるとか、食感がザラザラしてるのかまろやかなのかとか、結構わかるよ、食べると。すごいっすね、全然そんな考えとかなかった。古川さん、そういうなんかこだわり持ったものとかあります？食べ物でもなんか。ありますよ。あ、なんですか？僕黒いロングソックスを履くんですけれども。そっちでも全然いいですよ。それは大体7と11のコンビニエンスストアで買うって言いますね。なるほど。あ、その自社ブランドの。そうですね、自社ブランドですね。で、履き心地？いや、違うんです。統一した方が、どうせ黒いソックスって、どれがどれだか分かんなくなるように選択していくと。まあ、無地のはね、そうそうね、片っぽだけになっちゃうとね。そうなんです、そうなんです。だからそれの肩が微妙に各社ちょっとずつ違うんですよ。ちょっとストップするところのやつ割と長いとかね。なるほど。そうそうそう、ちょっとストップ、ちょっとストップね。緑色のところも違う。サビ系の。洗濯とかしてね。そうなんです、そうなんです。あ、こうやってこれのって組み合わせどっちだ、あ、こっちかみたいな、ね。そう、それめっちゃ大変だから。そうか。もう全部同じところで統一しようと思って。確かに。なるほどね。でもないなと思っても、すぐに買い道買ってこれるから。だいたいどこにでもあるので。あと、まあ、例えばね、コンビだったのがソロになって、ソロ活動同士でもいいコンビになりますからね。やりますよね。足の裏が全然汚くないのと、超汚れてるのでこうたまにペアになったりとかして、ベテランと新人みたいな消耗度がね。裏を見ると分かる、裏を見ると分かる。でもまあパッと見分かんないですもんね。パッと見は分かんないけど、まあいいかと思ってあれして。そっか、そういうあれですね、無駄にしないっていう意味ではとてもいい。いいかもしれないね。おすすめですこれ。ちょっと見習おう。俺も今日いつもね、セッタだけど、今日ちゃんと靴履いてるんで。あ、珍しい。靴下をちゃんと用意したんですけど、同じ靴下をもう割とシャッフルしましたから、神経衰弱のように。これちょっと違うよなみたいな。ありますよ。似てるんすけどね、微妙に尺違ったりね。これはあるあるですね。ね。でもやっぱ一つのものに統一するっていうのは、それは正しいと思う。楽です、これが。楽かもしれない。いや、ちょっとね、性癖以外でもこんなにね、健全な話も広がるということで。話の振り幅が。逆に性癖の話はもうしてないかもしれない。逆にね、ちょっとこれブルーレイ特典の尺も欲しいと思うんで、はい、ちょっと踏み込んでもいいっすよ。ドナルド、俺は信じてるんだよ。さて、続いては告知コーナーです。テレビアニメ吸血鬼すぐ死ぬ2は2023年1月9日月曜日23時より東京 MX 他にて放送開始です。またアベマでは地上波先行独占先行配信も決定。地上波より30分早く1月9日月曜日22時30分よりご覧いただけます。他サービスでも順次配信予定となりますのでお楽しみに。ぜひ放送前に各配信サイトやブルーレイディスクにて第1期を振り返ってくださいね。さらに主題歌は第1期から引き続き福山潤さんとトラッドさんが担当となります。
オープニングは福山潤さんが歌うニュードラマパラダイス、エンディングはドラッドさんが歌うコージークレイジーパーティーとなります。 CD も予約受付中ですので、ぜひご予約ください。また吸血鬼すぐ死ぬキャラクターソング入りサウンドトラックは2022年12月21日水曜日に発売です。ドラルクとロナルド、ジョンのキャラクターソングのほか、アニメ本編に使用された劇版がたくさん収録されます。この結界をぶち破るだけの歪断力があるってな。さて今宵はそろそろお時間となってまいりました。はい、ということでね、前回に引き続きちょっとなんでしょうね、この疲れた感じね。いやー、これ心地の良い疲れです、配信からつなげてみたらこの疲労度はおかしいと思うんですよそうか、そうかもしれない。やっぱりね、解放するって疲れるんですね。そうですね、日頃抑え込んでるとこもあるからね、そのね、エネルギーが必要だよね、解放にね。それを若干解放したものは何かというと、ブルーレイ、DVD の特典なわけですよ。そうですね。でもこれが使われるのかなってぐらい結構踏み込みましたよね。結構踏み込んでバカでした、すいませんでした、ね、本当にだから本当ね、ちゃんと見てほしい、男の子のバカな話ということで、笑って聞いていただけたらありがたいかなと思いますんで、ね、ということでブルーレイ DVD の方もね、ぜひね、はい、買って、ちゃんと買ってみてくださいね。よろしくお願いします。ということでね、今回ね、2回連続お届けしましたが、今回最後ということで、はい、お二人からね、視聴している皆さんにメッセージをいただきたいんですが、はい、田村さんからお願いします。はい、そうですね、改めて考えてみると、やっぱりどうしてもおっぱいになってしまうというそこいいよ、まあそういうことなんですよ。それはロナルドの方なんだけどあるんですけど、そうですね、まあそれは置いといて、やっぱりまずね、この後2期がね放送されるということで、頭をぜひぜひ空っぽにして、難しいことをね何も考えずに2期まっすぐね突っ走っていただければと思います。ぜひぜひ見てください。ありがとうございます。では古川さん、お願いします。はい、ですね、1期からさらにパワーアップしているなという自覚がある2期でございます。新しいキャラクターというのも増えておりまして、もちろんそこには皆さん大好き新しい変態かっこ吸血鬼も出てきますのでですねぜひぜひ、楽しみにしていただけるとありがたいです。ここ2人もですね、結構非常に多く絡んでいるのかな、はい、なんか本当に面白いことをやっているので、あの回はすごかったな。そうですね、まさか撮り直しがあるとは思ってなかったから、ね、こだわりの撮り直しがあこだわりの回でございますので、まあ、そういったところも話題になることでしょう。皆さんでぜひ楽しんでください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それではまたの夜にお会いいたしましょう。お相手は豪雪役稲田哲人、ショット役田丸敦史と、ロナルド役古川誠でした。次回はどんな夜になるのでしょうか。 See you next night. Bye bye. Good night.